はいどうもこまるわです。まず最初のコース、下に落ちる1の1。さてこちらのコースは1の1が下にどんどん落ちていくコースみたいです。やってみたいと思います。あーこういう感じか、向きが違うパターンね。僕ね前登る1の1をやって残酷な目にあったんだけど、これは結構楽かもしんない。死んだりはしないんだよね。あじゃあちょっと待って、これ下土管あるよね、ゆっくり見ていこっか。こうあってこの下に土管が本来あるんだけど、これ入りたいな。入れるのかな、もうちょっと下。あー入れなさそう、めっちゃ落ちる。ちょっと待って、これで死にた。はぁ、さすがにこんな下るだけの1の1で死にたくないって言おうとした瞬間に死んだんだけど、あそこって反対あるの。ここにね入れたらいいんだけど、まあ下っていきましょうか。ゆっくりこう落ちていくだけで別に死なないよね。こういってさあ落ちていきましょうか。この辺になんかあったな、そういえば。ちょっと出すだけ出してみようか。これは違う、これは違う、この1個上も出せスターも出せないのか。そっか。でここのちょっと下にファイヤーがあるんだけど、それも出せないかな。ここなんだよねファイヤー、出せるか。あーちょっと無理そう。あーやばいやばい、落ちていく落ちていく。え待って、あー行けなくなってるか。ちょっと左気にな、皆さんすいません、ショートカットして見てみましょう。あ、こんな感じで落ちていって落ちていって落ちていってたどり着くって感じか。もうちょっと下まで行ってたね。この辺か。よし、行きましょうか。ここで死ぬ人なんている?このように。落ちた。はい。で、ここまで行ってゴールなのか。ゴールと見せかけて、続きがある。何があるんだ?僕、実況者で一番下手なんだろうな。おー、始まった!え?横向きの1の1か。いや、逆さまだ、これ。こう言って、え逆さまもやったことあるけど、こんな楽じゃなかったよね、今まで。こう言って、こう言って、出したいな。これ出したいな、さすがに。キノコかな。OK、ありがとう。このキノコは、後々重要になるかもしれない。どんな向きが来るかわかんない。逆向きだったら、待って、登る1の1があるんじゃないか?このまま終わったりするのかな?あのさ、伏線みたいな感じで、さっきの落ちる1の1の左側に、登る1の1あったよね。見てみましょうか。いやー、登る1の1来た。めっちゃ楽だ。めちゃくちゃ楽だけど、あー危ない。ちょっと待って。チャンスがなくなる。これを持ってれば永遠に大丈夫なのか。避けていきましょうか。もうちょっと難易度が上がるように、できるだけ右に行きたいけど、おーっと危ない!さあ、ギリギリで行けるか?どこにあるんだ?このまままっすぐで行けるような気がする。あっ、オッケー、よし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 、おい?おい?おい?危ない危ない、あーカット。よーし、戻ってきたぞー。あーちょっと待ってこれ戻んの?よし、ここまで戻ってきた。多分ね、実況者の中で一番下手だと思うけど、一番楽しんでる自信があるわ。おー、やっとここまで来た。普通の1の1だ。もうクリボーが嘲笑ってるよ。このマリオなんか下手くそじゃね?どうしたんだい?君って思ってるよ、多分。行きましょうか。こう言ってさ、入れるか?これ、持てるのかな?あ、持った、持った、持った。このまま入れるのか?入れない、お前捨てるわ。え、そんなコロコロっていく。ちょっと待って、ここで持ったらさ、食らうのかな?ちょっと全員降りて、全員降りて、行くよ?やってみるよ。え、めっちゃ食らいそう。なんだなんだなんだ、進化した。ジャンプ力上がるやつだね。下はいかな?あ、いや、めっちゃ死にそう。お!え、大丈夫そうじゃない?今の。こう行くでしょ?はい。はい。あー普通に食らうっていうね、そういう感じでした。じゃあフラワー取っていきましょうか。マジでこのゲーム楽しいな。いろんななんか実験要素もあって、まあ、スター取らずに行くよ。このままゴールかもしんない。こう言って、落ちる要素がなくなってるっていうことは、この下に別のステージがあるんだろうね。縦横とかの。で、こっちまで来て、はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、武装クリボー。はい、こちらのコースはクリボーがなんと進化するコースみたいですね。やってみたいと思います。クリボーをこうやってまず倒していいと。うわ、めちゃくちゃ恨み持たれたんだろうな。これなんかマリオがクリボーになれるパターンもあったけど、どっちなんだろう?あー、武装してる。そんな乗せただけじゃ君弱いよ、ほら。はい、終わりと。はい、次行きましょうか。もうちょっと強くならないとね。なんならお金まで、ほら。お金そんな置きっぱなししてたらららら、してちゃダメでしょ?あ?はい、どうやって倒すのかなと思ったら意外と簡単だった。よし、次行きましょう。これはもうマリオ貫通わざとです。ハンデを背負っていかなきゃ。あー、なるほど。ちょっと強そうに見せかけて、まあこれもいけるんじゃないの?これなんだろう?おっしゃっていいの?君。君たちなんか最後に遺言ある?え、何?やめてください。はい、バイバーイ。これどうやって入るんだ?もう一回オンオフ切り替えて、じゃあね、クリボーたち。相当恨み持たれてるだろうな。クリボー ABC を倒してきて。天使か、お前は。はい、オッケー。これで、あ、踏んでくださいと、自ら落ちた。え、これ鍵はもらえないのか。え、こっち行く時間ある?雲って消えるよね。
一応このまま中間地点を取って先に進みましょうか。なんかハテナあったのかな、ちょっと見直していい、まあ、多分キノコだと思うけど一応チェック程度に。はい、キノコだね。 OK、 行きましょう。さあここが強くなるのか。キノコ王国を襲いに来るみたいな概要欄に書いてあったけど、とりあえずこれゲットして、あ、なんか嫌な予感する。え、バグってね、これ倒していいのか。これクリボー倒すよ。はい、はっ、やっていくんだこれ、乗り捨てか。はい、あ、いけたいけた、入っていいのこれ。わーわーわーどういうこと、なんでここに落とし穴があるの。こいつらを一回待てばいいのかな。はい、落とした。はい、踏んだ、うん、特に何もないね。そこでなんか乗り切れみたいな感じだったのかな。で、これでキノコ取っておいて、結構楽じゃん。なんかめっちゃ持ってきたんだけど、くお前ら仲間じゃないのか、そんな扱いしていいのか。泣いてるぞ下のクリボーたちが。よいしょ、オッケー、避けて、ちょっと怖い、ちょっと待って、ちょっと待って、ガチで怖い、あそうなっちゃうよな。まあ死ななければ実質セーフ。これ難しいな、クリボー関係なくテレサが怖いな。よし、行くぞ。さて新しいところ来ました。わ、ちっちゃマリオでいけるかこれ。余計ゲーっぽいけどめっちゃ集まってきた。これひどくない。さて、なんとか戻ってきました。これどうやって対処しよう。一回踏むでしょ。あ、待って、倒せるのかもしれない。なるほどな、頭がいい。こいつ使える頭してるぞ。さあ、落ちていけ。すべて、朽ち果てていけ。オッケー、次行きます。あのクリボーたちは何を思って生きて。おー、なるほど。よし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 。このマリオがさ、悪魔の微笑みを今したんだろうな。キノコ取って次入ります。え、別になんか逆襲されてる感ないけど、わー、逆襲のギャの字が見える逆襲ってさ、ギャの字なのか逆の字なのか義の字なのか、どれなんだろう。これ一回避けて結構厳しいね。これちょっと食らわず行きたいな。トントン、はいトン、はい、あ、面白い。ちょっと待ってここで死にたくない。さすがにここで死ぬ人はいないよね。こうやっていくだけで多分、危ない、よしよしよし。セーフ。最初から小さかったと思えば大丈夫だよ。よし、輪廻転生してきました。ちょっと待って、マジでやばいんだけど。ちょっと待って。落ち着け。うまい。神回避してる。ガチで神回避してる。やばい。なんか生き残ったんだけど、ここに見せてプロの意気込みを見せた。お前が最後の一体か、お前は生き残してやろう。嘘だ、お前は死ぬんだ。さあ行きましょうか。クリア、ありがとうございます。